皆様、今回も動画のご視聴誠にありがとうございます。シロッピー旅行部です。今回は鳥取駅付近のホテルから伯耆大山、日本百名山の大山ですね、素晴らしい美しい山です、そちらまで行った動画と帰りの動画をお送りいたします。今回もよろしくお願いいたします。冬以外で帰省した際に必ず大山に行くことにしているんですけども、大抵やることといえば3往復大山トリプルヒルクライムというのをやっています。まあ地図はこの通り、本当に山陰自動車道をずっと走っていく感じなんですけども、この写真に見えている大山、本当に美しい山なんですが、ここを3往復、まあ、体力不足だったり、あと脱水を起こして2回だったり2回半ぐらいで終わったこともありますけども、基本的に3往復をする練習をすることにしています。今回もその動画なんですけども、実はその3往復しているシーンの写真というか動画ってほとんどというか全く撮ってないので、ドライブ車窓だけになってしまいます。いや、スタートしたのがね、朝の4時だったかな、4時にホテルをスタート。さすが9月の半ば以降とはいえ真っ暗です。でなぜか工事中だったので青谷インターで降ろされて、下道をしばらく行くことになりました。国道9号線ですね、一桁国道、鳥取、島根、山口、この辺りをつないでいるんですけども、京都から伸びている非常に長い国道です。こちらをしばらく走った後、また途中で山陰自動車道に乗ります。鳥取県内だとほとんど山陰自動車道を通ってるんじゃないですかね。これから通ります北条バイパスというところ、ここが今工事中で、ここがつながれば、そうか、あとはあれですね、鳥取の東の方ですね、山陰近畿自動車道と名乗っている方、あちらはまだ未成区間といいますか、工事中の区間が多いですけども、それがつながれば鳥取県内では全部つながるんじゃないかと思います。今走っている国道9号線は海の近くを走るんで、たまにとても素晴らしい景色のところが出てきます。もちろん今夜なんでどうしようもないんですけど、山陰自動車道は山を走っているので海はほとんど見ることができません。こういった高規格道路、山陰道みたいな高速道路系の道路はできるだけまっすぐ敷かれることになってますので、トンネルをね掘って山をぶち抜くというのが一般的です。その山がね迫ってきているシーンとかはね、結構面白く見られると思うんですけど、もちろん今はこんな状態なので見られませんが、今入ったのは北条バイパスです。これなんかすごく昔からずっと工事してるような気がするんですけども、まだなかなか開通しませんね。帰りの動画明るいので、今右に見えている盛り土がですね、だんだんと道になっていくのをご覧いただけるかと思うんですけど、なんかね、なんでこんな長い間ずっと工事してんのかなってちょっとね疑問に思ったりします。また山陰道に乗りました。まあ、ご覧の通りね、片側1車線、暫定2車線、まあ、暫定なのかどうか分かりませんけども、このポールで真ん中で仕切られているっていうのはね、やっぱりちょっと怖いなって思ったりもします。この山陰自動車道ができたことで東西の行き来が非常に楽になったんじゃないですかね。私はまあ年に何回か、まあ、1回ぐらいか2回ぐらい帰省して使うだけですけども、普段ねここをお仕事とかで使ってらっしゃる方だと、だいぶ利便性が高まったんじゃないですか。ね、公共工事無駄だなんだと、ああだこうだ言われますけど、そんなことはないですよね。だいたい車の移動自体は仕事じゃないので、短ければ短いほどやっぱりいいと思うんですけど、どうなんでしょうね。それとエスケープルートができたのがいいんじゃないですかね。国道9号線1本の時、9号線で事故が起こったら逃げようがなかったって友達も嘆いてました。これがあれば、まあ、高速道路なんでね、インターまで行かないといけないですけど、まあ、どっちで何かあってもどっちかに逃げられるというのがあるんじゃないかなって思います。でインター降りて、今これずっと登ってるんですけど、今真っ暗なんでこんな状態ですけど、これ非常に木々が
生い茂ってて美しい道なんですよ。でずっと登ってるんで、前これもまたね悪友 T と一緒にここをずっと走って10キロぐらい走って大山の山頂に登って10キロ戻ってきた覚えがあります。なかなか辛かったけどとっても綺麗なとこでした。でいつものね暴露座の駐車場が閉鎖になってたので、県営第一駐車場こちらに停めて大山トリプルヒルクライムの準備を行いたいところなんですけども、真っ暗なんでしばらく車の中に行って、まあできること、まあ、足をマッサージしたりとか、まあ、そんなことをしてました。でもちろんねゆっくりと明るくなってきますので外に出て、まあ、シューズ履いたりなんとかしたりして、まあ、こんな感じでね明るくなって月もとっても綺麗でした。ただまあちょっと雲がかかっててね山頂の方見えないですけども、とりあえず1回目登って、この時晴れてたんですね上は。でも2回目はガスがかかってて、で3回目もねほとんど変わらないというか、まあ、これもガスですよね。ガスでやっぱり寒いんですよね、標高高いし。でも3回コンプリートいたしました。これで6回目7回目コンプリートできてよかったです。で帰るんですけど、実はですね土砂降りになって、今ちょっと軽くなってますけど土砂降りになってですね結構濡れてそのまま車に乗って今帰る動画です。実はですね5時半から鳥取市内で高校中学小学校の時の友達と飲む話があってですね、ここです。これとっても綺麗ですよね。木々が生い茂って、特に5月とか新緑の時期にここ走ると非常に綺麗です。で話すみません戻しますが、友達と飲む約束をしてて、今この時間3時半だったんですよね。8時間50分もかかっちゃって3往復するのに、もう何もせず靴だけ履き替えて濡れネズミで車に乗ってます。まあ急ぐって言ってもねスピード違反とかするわけにはいかないので、その他の時間で短縮です。トイレも行かず着替えもほぼせず、そんな感じでこの降り出した雨の中鳥取に向かって走っています。ホテルに帰っても本当はね、まあそこそこ大きな食堂じゃないや浴場があるのでそこに入りたかったんですけど、そんなことしているとね時間もかかるし遅れちゃうので、まあ遅れちゃったんですけど、結局は、まあ、遅れを最小限にするためにそれもやめ、まあ、部屋に備え付けのあるお風呂でシャワーを浴びてって感じで慌てて飛び出しました。まあ結果的に30分遅れだったんですけど、まあなんとかなりました。ここね僕の好きなところです。切通しの上にですねこの古戦橋みたいなのがあって、これがね連続で続くんですよ。これはあの鳥取の方から来るとよりなんか遠くに遥か遠くまでこの古戦橋がかかってて、なかなかにして雄大な眺めを楽しむことができます。天気が悪いせいなのか、例のご時世柄の例のあれなのか、車がね少ないんですよね。これはまあありがたいといえばありがたいです。まあ、だからといってガンガン飛ばすわけではないですけど、なんか心理的な圧迫感みたいなのがねなくてとても良かったです。ただ一つですねちょっと心配だったのが、あの北条バイパスですね、ずっと盛り土があってなかなか工事が進まないエリア、ここですね。ここがねいつもね渋滞するんですよ。いつだったかもなんか30分ぐらい滞留しちゃって、でその時もその悪友 T 氏と乗ってて飲み会があるんですけど、やっぱりねちょっと本当に申し訳ないんですけど遅れちゃったりするんですね。ですけどね今回はあっさりと行けました。ここで気をつけた方がいいかもしれないですね。日曜日とかこういう大きな連休の時とかは、まあ、信号がなくなったのでマシになったとは T は言ってましたけど、とりあえずもう気持ちばかり焦ってます。まあ前に車もいますし、まあいるからと、いないからといってガンガン飛ばすわけにもいかないので、とりあえず安全運転を心がけ、あとですね、ちょっと暖房を効かして風邪をひかないようにして走ってます。このご時世ね、風邪ひくと大変ですからね。まあいろいろとありますよね、本当に。おかげさまで風邪をひくことはありませんでした。まもなく鳥取西インターチェンジですね。今日、来た道、そのまま帰る感じです。もう木をてらってどっか遠回りしたりとか、ここ寄ってみよう、あっち行ってみようなんて余裕は全くありません。
下道に降りて鳥取駅方面に向かいますが、運がいいことにあんまり渋滞というか混雑もなかったですね。まあ、道がねいっぱい綺麗に整備されているっていうのもあるんでしょうし、外出されている方も少ないんですかね。鳥取の駅前、まあ、東京で言えば東京駅前みたいなもんなんですけど、とても空いておりました。来た道とはちょっと違う、まあ、一方通行なんで無理でしたけども、このガレージにね入るところがなかなかメカメカしくていいんじゃないかなって思ったりもいたします。この車だとね入れないって前最初言われたんですけど大丈夫です。こうやって車を預けて荷物を取り出した後、慌ててフロントに行きました。駐車券をね預けないといけないんですよね。30分遅れで合流、とても楽しい時間でした。今回も動画のご視聴誠にありがとうございました。大山山頂で財布を落としたことに東京に帰ってから気づきました。